新型コロナの感染が広がる中、県内の変異ウイルスについて遺伝子レベルでの解析に当たっている三島市の国立遺伝学研究所が報道公開されました。国立遺伝学研究所は大腸菌から人までさまざまな生物の遺伝に関する研究を行う国内有数の施設です。感染が拡大している県内の新型コロナ変異ウイルスの解析に当たっていて、普段は入室が制限されている最先端の研究施設が公開されました。こちらにあるこの小さな箱が、県内で感染した人の新型コロナウイルスについて全ての遺伝情報を解析する装置だということです。こちらがグリチオンで使用するフローセルと呼ばれる装置になります。ここの黄色い部分に小さな穴が開いています。でその中を通過する際に ACGT の配列を決定します。2048個ナノメートルレベルの小さな穴が開いています。こちらはシーケンサーと呼ばれる装置です。目には見えないものの、一本にした遺伝子をナノメートルの小さな穴に通すことで、ゲノムと呼ばれる全ての遺伝情報を 5,6 時間程度で読み取ることができます。ウイルスのゲノムのサイズが3万文字からできてますので、それを端から端まで15検体分ぐらい決定することが可能です。研究所では1週間におよそ50から100の検体を解析しています。スーパーコンピューターなどを使って、それぞれウイルスが持つ全ての遺伝情報を読み解くことで、変異したウイルスがどこから伝わってきたのか、新たな変異が起きていないかなどを知ることができます。大阪で、感染拡大しているイギリス型なのか、それとも、東京地区で、じわじわ広がっているようなイギリス型なのか、どちらなんだろう、もしくは山梨とか福岡とかいろんなところから現場が出てますけど、どういったところと近いのかっていうようなことが全て、分かるようになります。休校措置を取りましょうっていう、政治判断に即につながっていくと思います。国立遺伝学研究所では引き続き県内感染者の解析調査をし、県がどのような対策を取るべきなのか判断材料を提供して貢献したいとしています。